金田一を語る人、今回のテーマは金田一少年の事件簿全巻持ってるファンがもしも犯人だったら実行したくないトリックベスト5、これでいきましょう。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ、金田一ファンの皆さんは過去にこのトリックを自分が実行するとしたら嫌だなっていう視点で事件を見たことはあるでしょうか。すごいと思ったトリックとかね、怖いと思ったトリックとかいろいろあるんですよね。でも自分で実行するならっていう視点は意外と持ったこと少ないんじゃないでしょうか。今回の動画は金田一少年の事件簿全巻持っている私が選んだ自分が犯人なら実行したくないトリック5選と題しまして、過去の事件から特にやりたくないトリックを5つ挙げてみました。分かってますよ。あのね、そもそも全部やっちゃダメ、全部想像の中の出来事としてお考えください。なお、今回の動画は2022年夏に高梨チャンネルさんで実施されていた企画に関しての私の投票内容とその理由をご紹介するものです。ここから先はネタバレになりますので、くれぐれもご注意ください。ということで順に見ていきましょう。自分が犯人なら実行したくないトリック第5位は、錬金術の事件の部屋のドアを溶かして密室を破ったトリックです。鍵屋さんの立場を考えなさい。錬金術の事件ですね。ある人物の部屋に入り込むためにドアの金属を熱で溶かしたっていう驚愕のトリックがありましたよね。初めて錬金術の真相編でこのトリック読んだ時、もはや鍵をかけておく意味がないじゃんと驚愕したほどだったんですよ。しかもね、錬金術の犯人のこのトリックの前後の展開で注目したいのは、だんだんと麗華ちゃんに疑いがかかるっていう仕向け方だけじゃなくって、事前準備の多さにあったんですね。ドアを溶かすトリックだけが錬金術の事件のトリックではないんですけど、やっぱりそれでもこのドアのトリックがなければ錬金術の事件のインパクトっていうものは成立しなかったと思うんです。金田一くんの推理によると、犯人は現場の下見とかね、ドアの金属を溶かす練習だとかを、犯人には壮絶なトレーニングがあったんじゃないかと思われるんですね。錬金術の事件のトリックと同時に、こういった出来事が起こってしまう金田一くんの世界における芸能界の怖さを感じた事件でもありました。ドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿、その20年後を描いた金田一37歳の事件簿、2023年春からコミックデイズで月2回連載されます。コミックデイズの詳しい楽しみ方はコミックデイズ登録方法で検索してみてください。自分が犯人なら実行したくないトリック第4位は、雪夜叉伝説の事件の菅橋トリックです。そもそも本当に実現可能なのか。雪夜叉伝説の事件ですね。氷室画伯邸の本館と別館はあって、そこを行き来する時間を大幅に短縮してアリバイを確保するためのトリックと、堂本剛くん主演のドラマで冬のスペシャルとして放送された事件でもあるんですよ。そこでも菅橋を使ったトリックが使われていたんですけど、ドラマの演出だからこその補強みたいなものもあったんじゃないでしょうかね。そこは大人の事情ですよ。でも実際にね、現実世界でこの菅橋のトリックを実行しようとして、本当にワゴン車1台を乗せられるほどの強度、実現できるんでしょうか。そして仮にワゴン車が菅橋に乗れたとして、氷の面でスリップすることなく向こう側まで渡りきることはできるんでしょうか。私自身ね、過去の動画で住んでいる都道府県明かしたことがあるんですけど、雪や寒さには割と慣れているつもりではいるんですよ。そんな立場で言えるのであれば、十分な橋の幅を持ってかなり分厚く橋を作るでしょう。で、噛み締めるようにゆっくり行かないと、逆にトリックも何もかも露呈しかねない大きなリスクを伴う、そんなトリックだったんじゃないかなと個人的に思っています。失敗すると犯人自身も危ないですからね。自分が犯人なら実行したくないトリック第3位は、魔術列車の事件のジェントル山神の移動トリックです。最強のライバル、いきなりの作業量。はい、地獄の空寿司高藤陽一の初登場の事件ですね。連載の時系列上、高藤が見せつけた最初の事件のトリックと言えるでしょうかね。でもこのトリックは作業が多すぎるっていうのがポイントなんですね。電車内で山神をっていうだけじゃなくて、トレイン急便のカバンのパッケージを開けて自分が持っていたカバンと入れ替えてとか、いろんなね、人目につかないようにこなしていくっていうのは困難を極めるんですよ。挙句には剣持ちのおっさんの前で自分がね、肩にかけていた小さいショルダーバッグみたいなところで、ああもう見てくださいよみたいな、そこにも山神のトリックに関するあれがありましたしね、まあ、かなり難しかったんじゃないかと。
そもそもあらかじめカバンをトレイン急便で送っておかないといけないですしね。さらに前もってかな、警視庁の明智警視宛にマリオネットを送る作業も必要ですし、もうその時点でもう後戻りはできないっていう状態だったと言えると思うんです。改めて振り返ると、高藤くらいの肝の強さがないと実現しなかったトリックだと思うんですね。自分が犯人なら実行したくないトリック第2位は、金田一くんが犯人に疑われてしまう事件の橘の書斎から足跡を残さず帰るトリックです。バラエティでもいじられた金田一少年の事件簿の歴代トリックの中でも、特に読者や視聴者の方々の反応の大きかったトリックの一つが、この金田一くんが犯人に疑われる事件における足跡を残さずに書斎から立ち去るトリックでした。このトリックがすごいのは、ドアノブを足場にするっていう発想の転換だけじゃなくて、なんと人気バラエティ番組水曜日のダウンタウンの企画内で取り上げられたっていう点なんですね。金田一少年の事件簿のトリック、アクロバティックすぎてほぼサスケ説っていう企画、ここで紹介されていて、実際にサスケに参加したことがある方がこのトリックにもチャレンジされていたっていうんですね。見た目的にかなり突飛なものであって、すがばしとかドアを溶かすといったトリックよりはこういうものかなっていうイメージはまあしやすいのかもしれないですけど、ところでね、原作でのこのトリック自体は犯人が足跡を残さず立ち去って金田一くんに罪をなすりつけることに成功してしまったんですね。でも例えば原作での長島警部あたりがドアノブの指紋を調べるなどした時に、指紋じゃないけど靴の泥みたいなものがついてましたとはならなかったんでしょうかね。この件に関してはトリック以前にちゃんと現場を調べてよっていう思いが出てきてしまうのが本音でもあるんですよ。みんなも松本くんに質問してみよう。当チャンネルでは皆さんの日頃の質問を募集中です。お仕事のこと、人間関係のこと、恋愛の悩み、 YouTube チャンネルや SNS アカウントの伸ばし方などなど、当チャンネルのライブ配信や切り抜き動画でお答えしていきます。質問は当チャンネルの動画のコメント欄や松本くんの SNS アカウントで受付中です。お気軽にどうぞ。自分が犯人なら実行したくないトリック第1位は、怪奇サーカスの事件のモンスターの巨体錯覚トリックです。炎よりも難しいのは脱出。はい、これ怪奇サーカスの事件ね、金田一くんたちが部屋の足元にある通気口から上の方を見上げる形で部屋を覗いた時に現れた巨大なモンスターっていうトリックですね。ただこの事件に関しては炎の部分は暑ささえ我慢できるならあんまり大きな要素じゃないんじゃないかなと個人的に感じています。それよりも難しいのは子供しか通れない通気口から外へ出るっていう脱出に関する部分ですね。この事件のトリックの推理に関しては、何が起こっていたかの見当さえつけばそれができるのはっていう風にして一気に犯人を絞り込めるはずです。そうではなくて、模造紙で作った錯覚の要素とこの通気口からの脱出、これらの要素を短時間でそつなくクリアしなければならない点っていうのはかなり忙しいものだったんじゃないかなと思っています。脱出したところでも誰か知ってる人と顔を合わせちゃうと、あってことになりますからね。さあそんな感じでいかがでしょうか。皆さんは金田一少年の事件簿の過去の事件でこれは実行したくないというトリックはありますでしょうか。よろしければご意見ご感想などコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。